今回は印刷をレッスンします。実はエクセルは印刷が苦手です。どういうところが苦手なのか、あるいはそれをきれいに印刷するにはどうしたらいいのかということを今回はお話ししていきます。はい、それでは今回使う表はこちらです。売上一覧ですね。出荷日や商品コード、商品名が載ってます。一番右側は F 列。売上金額ですね。 この表は結構下が入力されてて、今回は72行まで入力されてます。はい、それではまずこの表を印刷します。印刷画面にしますね。ファイルをクリックし、印刷をクリックします。そうすると印刷画面が表示されました。まずこの左側はいろいろな設定です。 後で見ていきますね。右側はこんな感じで印刷されますよというプレビュー画面です。今は4枚中の1枚目が表示されてます。4分の1ですね。この右向き三角形をクリックしたり、マウススクロールボタンを回したりすると4ページ目まで見られます。今回3ページ目、4ページ目は売上金額です。 最後の一列が1ページに収まらず、次のページへはみ出してしまうんです。Excel ではよくこういうことがあり、これを手直ししていきます。はい、それではその設定ですが、その前に一度、各設定の中でよく使うものを見ていきたいと思います。まずはこちら。作業中のシートを印刷になってます。 これは表示されてた画面が印刷されるということですね。もう一つ使うのが、ここをクリックすると、選択した部分を印刷というのもよく使います。これはまさしく、範囲選択したところのみ印刷するというパターンです。一度しましょうね。戻るボタンで戻り、B 3の出荷日から、 二行目のメロンまでとします。ここまでを範囲選択し、もう一度ファイルをクリックし、印刷をクリックします。今はまだプレビュー画面すべてですね。作業中のシートを印刷をクリックし、 選択した部分を印刷をクリックします。そうすると選択したところのみ印刷という風になります。部分的に印刷したい場合はこの機能が結構便利ですね。部分印刷の場合はもう一つ印刷範囲の設定という機能があるんですがそれはまた後でやりたいと思います。はい、それでは 選択した部分を印刷をクリックし、作業中のシートを印刷に戻します。はい、それでは次。よく使うのは拡大縮小なしというところです。この表は一列、次のページへはみ出してましたね。それを、一ページに収まるようにしたいと思います。 その場合に、この拡大縮小を使います。クリックすると、シートを1ページに印刷とか、すべての列を、あるいはすべての行を1ページに印刷というのが出てきます。今回は、売上金額という列を1ページに収めるようにします。よって、すべての列を1ページに印刷にします。 クリックすると、1ページに売上金額が入ってくるんですね。これで自動縮小されました。エクセルでよく1列だけ1ページに収まらずに次のページに行ってしまうということがあります。そういった際は今の設定で自動縮小していただくとよろしいですね。ただこの説明をするとよく指摘されるのが 回ページプレビューでもできますよねとよく言われます。まさしくその通りで、回ページプレビューは全く一緒の機能だと思ってください。どちらを使っても問題ないですのでね。それでは話を戻しますが、どのぐらい縮小されたかというのも確認できます。それはこの画面では確認できないので、一度戻ります。戻るボタンをクリックし、 ページレイアウトをクリックします。そうすると、この拡大縮小というところが94%になってるんですね。約6%縮小されましたというのが、ここで確認できます。その上の横というところが1ページになってます。実は、ここ、はじめは自動でした。これはさっきの設定で、 横。つまり列が1ページに収まるようにという設定にしたからです。ここを1ページに設定すると、この拡大縮小のパーセント表示は字が薄くなるんですね。それは Excel の仕様だと思ってください。はい。それでは、印刷画面に戻りましょう。ファイルをクリックし、印刷をクリックします。 そういうことで、売上金額が1ページに収まるように自動縮小されました。2ページ目を見ると、2ページ目も表があるんですね。これは行数、つまりリストの数が多くて1ページに収まらないんですね。ただこれも1ページに収めたいとします。その場合は、今すべての列を1ページに印刷になっているところをクリックし、 シートを1ページに印刷にします。シートというのはこの表全部のことだと思ってください。この表全部を1ページに印刷されるように自動縮小しますよという設定です。はい、それではシートを1ページに印刷にします。そうすると、表すべてが1ページに印刷されるようになりました。結構長細い表なので、 印刷画面も長細い表が印刷されるというイメージがつかめます。どのぐらい縮小されたか確認です。戻るボタンをクリックすると55%ですね。今回は縦も1ページになってます。横も縦も1ページに収まるように印刷という設定です。さすがに55%になると かなり字が小さくなります。ですので、このまま印刷するのがいいか、あるいは2ページに印刷するかというのは、その時の資料次第ということになります。私でしたら、縦方向は1ページに収めずに2ページにするかなと思います。ちなみにそういう場合は、さっきの印刷画面でも設定はできるんですが、この縦1ページの三角形をクリックし、 自動をクリックします。そうすると94%に戻りましたね。エクセルは、まず1ページに収まるかどうかというのがわかりにくいです。もし収まっていなくて、1ページに印刷したいというようでしたら、今のところで設定をしてください。ただ、これまでの設定というのは、自動縮小になるので、率の大小はあるにせよ、 縮小されるんですね。そうすると文字も小さくなってしまいますので、なるべく文字を小さくしたくない。縮小しなくても済むようにしたいという場合は、ページレイアウトという画面があります。そちらでの作成をおすすめします。一回戻りますね。で、その前に、今はすべての列を1ページに印刷になっているので、拡大縮小なしに戻します。 そうしたら戻るボタンで戻ります。印刷プレビュー画面から戻ると、今は E と F の間が点線になってますね。これはページの境目ということで点線がつきます。点線が印刷されるというわけではありませんので、これはもう気にしないで欲しいと思います。はい、それではページレイアウトという画面ですね。こちらのボタンです。クリックをすると、 紙が表示されるんですね。1ページ目と3ページ目の境目が分かりやすいです。で、なるべく拡大縮小せずに売上金額を1ページ目に収めたいという場合は、今回なら、例えば D 列の商品の幅をもう少し狭くします。そうすると1ページに 売上金額が収まるようになりました。拡大縮小も100%のままですね。なるべく文字を小さくさせたくないという場合は、このページレイアウトという画面にし、列幅などを調整していただけるとよろしいかと思います。はい、それでは、このページレイアウトは、先ほどの印刷画面で見た設定の多くができます。余白だったり、印刷の向きだったり、サイズなどは、 こちらで調整できますね。その右側の印刷範囲は、これは一回やりましょう。先ほどは範囲選択をし、その範囲選択したところを印刷という設定にしました。ところがそれだと、毎回範囲選択が必要になってきます。そこで、この印刷範囲を設定すると、毎回範囲選択しなくても良くなります。それでは一回、その設定をしましょうね。 出荷日から今度は2行のメロンの金額まで範囲選択にしましょう。50万5千円までドラッグします。そして印刷範囲をクリックし、印刷範囲の設定をクリックします。一見画面上変化ないんですが、これで印刷範囲が設定できました。確認しましょう。 配、はい、選択解除しましょうね。印刷画面にすると。そうすると今度は今設定した印刷範囲のみという設定になります。もう常に印刷範囲が決まっているというようでしたら、あらかじめ今の設定をしておくのもよろしいかと思います。はい、それでは戻ります。 今回はまだすべて使うので印刷範囲を解除しますね。印刷範囲をクリックし、印刷範囲のクリアをクリックすると、画面上変化ありませんが、これでまたすべて印刷できるようになりました。念のため確認します。印刷画面にすると、 そうすると今度はまたすべて印刷されるという風ですね。では戻ります。はい、それではもう一つここでよく使うのが印刷タイトルです。今1ページは項目に出荷日とか商品コードとか商品名、生産地、売上金額が書かれてます。ところが2ページ目を見るとそれがないんです。 このまま印刷すると分かりにくい表となりますので、この項目が2ページ目にも自動で表示されるように設定します。その設定が印刷タイトルですね。それでは印刷タイトルをクリックします。今回設定するのがタイトル行のところです。ボックス内クリックし、 行番号3をクリックします。そうすると、タイトル行にドル3からドル3と表示されました。これは3行目が設定されたという意味だと思ってください。OK をクリックしますね。そうすると2ページ目を見ると、各項目が表示されてます。 今回はないんですが、3ページ目、4ページ目が仮にあったとしたら、自動的にこの項目は表示されます。表が長くて複数ページに及ぶという場合は、印刷タイトルを設定してほしいと思います。はい、ここまでは、そういうことで印刷に関する機能のお話をしてきました。主に、ここと、印刷画面が、 エクセルの印刷に関する機能です。はい、それでは次はエクセルで印刷する上でこれだけはやめてほしいという残念印刷を2つご紹介します。まず1つ目は左に寄っている表です。例えば請求書などはこのような感じでタイトルが中央にあり表も左と右の余白が同じというのが理想です。 ところが実際に印刷したのを見ると左に寄っているんですね。こういう表は実に多いです。ただ、この表はちょっと寄りすぎかな。わかりやすくするために少し大げさに寄せてみました。さすがにここまで寄ってる表は少ないでしょうが、なんとなく左に寄ってるという表はかなり多いです。ちなみに今の余白は 1> 左1.78センチ。右も一緒ですね。左右とも余白は一緒なのに、こうなってしまいます。これは各列の幅がまずいということになるんですが、列幅を広げたり狭くしたりすることで、頑張れば左と右の余白を一緒にするということはできるんですが、結構大変です。ではどうするかというと、別の方法を使ってほしいんですね。 結論を言うと、ページ中央を水平にしてほしいんです。一度やりましょう。標準の余白をクリックします。表示された一覧の一番下に、ユーザー設定の余白があります。こちらをクリックします。そうすると、設定が表示されますね。この下のところです。ページ中央というところがあります。 このページ中央水平というのは、紙に対し水平、つまり横方向に対し中央にしますよという機能です。それでは OK をクリックなんですが、この右側の表、少し動くのがポイントです。皆さんも見ててくださいね。では OK をクリックしますね。 そうすると表が中央に配置されました。私は x クセルで印刷するものの8割9割、今のページ中央水平にチェックを入れてます。おそらく皆さんもチェックを入れた方がいいという機会はかなり多いと思います。 それでは二つ目です。例えばこのような案内文を作成する場合です。お気づきかもしれませんが、この文章はワードで作ってます。通常このような案内文などですと、左と右が揃っているというのが理想です。ところがエクセルだとこれが難しいんです。一番まずいパターンはこのような感じで、右側がバラバラなんですね。 さすがに仕事などで使うビジネス文書でここまでまずい文章は見たことがないんですが町内会などの資料でよくこういうのを拝見します一度印刷画面にしますねこのような感じで右側は揃っていないしスカスカなんですよ皆さんはこういう文章は絶対 はい、やめてほしいいと思います結論言うとこういう文章はワードで作ってくださいとなるんですがそれでもワードが苦手だったりしてどうしてもエクセルで作りたいという方もお見えになりますその場合どうするかというのをやっていきますまずは一文ごとに行を変えるのではなくこの文章すべて一列に入力します 今回だったら A6 のセルにすべて入力です。長くなりますね。それは問題ないと思ってください。そうしたら今回は H 列までが1ページに収まります。それでまず A6 から H6 までをセルを結合しますね。 はみ出た部分が見えなくなりますが、それは問題ないと思ってください。そうしたら、折り返して全体を表示するをクリックします。今の操作で何が変わったんだろうと思われるかもしれません。6行目の高さが狭いので、わかりづらいんですね。もう一度やり直しましょう。今度は、6行目の高さを先に広げます。 それでは折り返して全体を表示するをクリックしますが、こちらのセルを見ててください。これは一目瞭然。この結合したセルの中に文章が収まるようになります。行の高さを広げてから折り返して全体を表示するをクリックした方がいいのではないかと言われるかもしれませんが、どのぐらい広げていいのかがわかりにくいんですね。ということで私はいつも 折り返して全体を表示するをクリックしてから行を広げておりますはい、それではこれで左と右が揃いましたエクセルで左と右を揃えたいというときはいくつかやり方はあるんですが簡単にできる方法の一つとして 今のやり方を使っていただければと思います。はい、それでは補足しますね。この文章、会議をされてないんです。それをします。さて、今回、ハイキングツアーを計画しましたという文章を開業します。 まずはカーソルが必要です。さてのところでダブルクリックをし、カーソルを表示させます。これこのままエンターでは開業できません。セル内で開業する場合は、キーボードオルトキーを押したままエンターを押してください。そうすると、そのセル内で開業することができます。以上ですね。 それでは最後に一つ、印刷する上で、Excel の欠点をお話しします。Excel は、今見えている、この編集上の画面と、実際印刷されたものというのは、見栄えが違うんです。例えば今こちらですと、ご後輩を賜りの賜るという漢字までが一行目。ところが、印刷画面にすると、 たまわり、点までが一行目に収まってます。その下の、新、旧、ので開業されてますが、戻りますね。実際は、新までしか入力されてません。旧、のはその下の行になってます。ということで、エクセルは、この画面上の見た目と印刷は違うと思ってください。それがネックですね。 もうこれはしょうがないので、もしこういうふうにされるようでしたら、印刷画面にし、それでいいかという確認をしてから、印刷をしてください。細かい点を挙げると、もう一度戻ります。中山町内会と、この文章は、右側、ほぼ揃ってます。ところが印刷画面にすると、揃ってないんですね。 この辺を揃えるのは至難の技。結論を言うと、こういうのはワードで作ってもらった方がいいと思います。この辺が Excel が印刷を苦手としているところです。はい、それでは今回はこれで印刷につきましては以上です。ワードの印刷はそれほど難しくないんですが、Excel は結構大変だったりします。今回のレッスンを参考に思い通りに 印刷でできるるようになるといいですねあ、一つ大切なことを言い忘れてましたけども多分大丈夫かと思いますがこれで印刷という時はこの印刷をクリックしてくださいねそれでは今回は以上です